介護士あるある。はなちゃん、注目してくれてありがとうね。おばあちゃん、体調はどう？元気だよ。情報ではあの方は介護士、変なことしないように気をつけとこう。利用者さんの家族が同業者や看護師だったら無駄に緊張しがち。あら、来てくれたのかい、はなちゃん。はなちゃんじゃないですよ。え、あんた孫じゃろ？違いますよ。孫に間違われがち。ゆきみんさん、そろそろ入浴に行きましょうか。あー、風邪っぽいから無理。本当お風呂嫌いだよな。お風呂に入りたくなくて仮病を使う利用者さんもいる。どれどれ、今日のおうんちは？お、めっちゃ健康的じゃん。日頃利用者さんの便の状態を見すぎているため、自分の便まで観察しがち。誰か助けてー、やめてー、このタレム。ちょ、ゆきみんさん暴れたら危ないですって。介護中に利用者さんから大声で叫ばれることもある。ゆきみちゃんは独身なんだろう。うちの息子はどうかね。え、息子さん何歳ですか？50歳くらいかな。独身だと利用者さんが子供や孫を紹介してくれる。え、薬が落ちてる。見てないふりしようかな。いやー、さすがにダメだよね。あー、仕事が増える。薬が落ちていたら一瞬見ていないふりをする。はい、ちょっと動かしますね。あんたほんとかわいいの。わしの彼女にならんか。くどいてくるおじいちゃん。ゆきみんさん、次はご飯の時間ですよ。じゃあもう始めまして。毎回会うたびに初対面状態。さてと、そろそろ日も暮れるんでね、帰らなきゃね。いや、帰りませんからね。夕方から利用者さんの帰宅願望が始まる。